垣です。今回は天皇杯3回戦モンテディオ山形対浦和レッズの試合を振り返っていきたいと思います。結果は1対0、レッズが後半から入った伊藤敦樹のゴールで3回戦突破を決めました。スタッツはほぼ互角というか、決定機の数で言ったらもしかしたら山形の方が多かったんじゃないかなという試合でして、これ一発勝負しっかり勝ち切れたことは良かったと思います。両チームのスタメンですね、レッズの方は意外にリーグ戦のメンバー使ってきたなという印象がありました。センターバックのところ岩波だったりですとか、キーパーの鈴木財雄、平野なんかですね、この辺のメンバーが使われてきたなというところであったんですけども、興梠関根だったり、最近よくやっている左高橋大畑のコンビ、一方山形の方はサブ組中心と言っていいと思います。右ウィングの井崎に関しては、この選手前回のリーグ戦で後半から使われたので、そこの体力的な部分があって今回使われたかなというところです。はい、そして試合の内容の方なんですけども、山形の方はプレス、ダブルボランチに後藤が一つ上がって、でこのダブルボランチ化した時には、ここを少し気にしながらプレスに行ったりですとか、クロスに入ったらサイドハーフの井坂がそのまま切ってプレスに行くんですけども、その際に平野に対して新垣が序盤ついていかない場面があったので、そこに通せたというシーンが2回ぐらいありました。あとはこのプレスの場面で空いてくるのはサイドバックの選手ですよね。左サイドも加藤だったりがプレッシャーに行った時はここ連動していく形ありましたけども、右の方が結構ですね、伊坂がクロスに対してプレッシャーに行ったり、ここで空いてくる大畑にね、ザイオンからのボールが渡るシーン何回かありました。ただこの伊坂のプレッシャーに関してはその後ここ戻ってきますんで、この戻りによって大畑が下げざるを得ない、山形がここで陣形立て直すみたいな、この伊坂のスプリントも計算に入れた前からのプレッシャーのかけ方だったかなというふうに思います。あとは今日センターバックに入った岩波ですね。岩波今日のプレーに関しては良かったと思います。特に右の伊坂に比べて河合が、こういった外切りのプレッシャーっていうのが、あまり行わなかったというか、チームとしての狙いであったのかもしれませんけども、山形の守備がそういったところがありましたので、左サイド高い位置に張った大畑に、こういったボールを通した、シーンが前半だけでも3回ぐらいありました。で、あとは少し持ち運んでね、降りてきた興梠にパスを刺すシーンがあったりですとか、このボールを持った時の、安定感だったりですとか、この逆サイドのフィードの安定性、こういったところはやはりあるなというふうに改めて思いました。で、もう少しビルドアップのところを付け加えて言いますと、岩はね、前半2分の段階でもう降りる形があったんですけども、山形ですね、2ボランチが、ここに2枚とも行くみたいな、そういった前から奪う形は取ってきませんでしたので、サイドハーフが来たら、このサイドバックが空いてきますし、43分のシーンなんかで岩波から、野生に入るようなシーンもありましたし、山形の前からのプレッシャーに対して、レッズはボールをある程度運べていたと思います。いたらレッズ前半ね、あまり決定機がなかったんですね。その理由が少し見えるシーンが、あの30分のシーンにありました。やはり左からですね、持った時、このシーンショルツから大畑に入った瞬間に、野生だったらコールキが走っていくような動きを見せるんですけども、大畑はそのまま裏に蹴ったんですけども、断らなかったと、ね、このシーン高橋がこう間で、裏に抜けるような、これを蹴るようなっていうポジショニングを取っていたんですけども、試合このシーン以外にも、取った瞬間コールキだったりと小木原に、裏を狙わせるような、同サイドの方で裏を狙わせるようなシーンがあったりですとか、相手が前から来た裏っていう意識が、あったと思います。ただですね、裏で抜けて、ラインが下がることによってできた間のスペース、関根が特に、右からこっちに流れてきてボールを受けるようなシーンが何回かありましたけども、関根が中に入ってきたりする分ですね、ここニアゾーンを取っていくような選手だったりですとか、この荻原がカットインをした時にサポートする連携だったりがあまり効果的な動きがなかったように思います。それによって、高橋がね、このサイドバックと勝負できなかったりですとか、なかなか左サイドでライン間で受けるような選手ではないので、この選手の特徴をなかなか活かせなかったかなと、特に平野なんかに関してはインサイドハーフ的な、こう抜けていく動きだったりですとか、このサイドバックサイドハーフと連携していく形、アタッキングサードに入ってからの動きの連携っていうのは、なかなか出せなかったかなと。ただ平野に関しては、ビルドアップで関わりながら逆サイドの大畑へ通したボール2回ぐらいありましたし、後方からのパスのチラシで、らしさを見せる部分はあったんですけども、監督が少し求めているような部分は、まだまだかなと、やはりそういった評価になってしまいますね。ただこの山形の守備の仕方で、狙っていくべきだなというポイントをしっかりつけていたシーンが前半の20分にありまして、先ほども言ったように大畑に入った時に、伊坂が、プレッシャーを行きまして、こう大畑が切り返して岩に戻したシーンだったんですけども、立ち位置的にここを、取る場合が何回かありましたので、その際に左のウィングの河合が少し中気味にポジションを取ります、そういったシーンが何回かありまして、で20分のこのシーンは岩尾がダイレクトにこの荻原を狙った形で、ここでですね、サイドバックの吉田が寄せに行っていますので、この空いたスペースをですね、関根だったり、もしくはね、このボランチの位置から平野が出ていくっていう形、こういったところ、もっとつければっていうふうに、思っていました。山形のビルドアップの方なんですけども、やはり特徴的だったのはこの右サイドバックに入った山田ですよね。高い位置のインサイドに入って
して少し3枚気味に回すと、これに関して言うと、まあ、やはり伊坂の突破力を生かすっていうのが狙いですよね。山形のビルドアップで良かったなと思うシーンが16分のシーンでして、先ほども言ったようにこう3枚気味で回すんですけども、まあ、サイドハーフがこう高い位置に行けば3枚で合わせるような形にはなるんですけども、こういった立ち位置を見てこのボランチの藤田がしっかり降りて、まあ、4-1-5 みたいな形にしまして、間の荒垣に通してこれワンツーしても運ぶんでいくみたいな形を変えてボールを運ぶ構造を作った、すごいいいシーンだったなと。あとキーパーからのビルドアップなんですけども、ツートップの間にボランチが、ポジション取りながらセンターバックに入ったところで、まあ、高橋もプレッシャーに行くんですけども、まあ、素早く、右足に持ってサイドに出している、まあ、内側に取っていた山田がね、スッとここに降りてきてここ繋いだりですとか、この岩尾も、この高橋のプレッシャーに対して、まあ、こうしっかりボランチを埋めに行くような動き取っていたんですけども、まあ、それよりも早くボールを離されてしまって、まあ、藤田に落とされて回されてしまうみたいなシーンがあったりですとか、あと37分のシーンなんかですね、先ほどのような形で GK ビルドアップをするんですけども、このボランチに対してしっかり平野が行っていまして、まあここ出されてしまったら、まあそのままプレッシャーに行かれるっていう形もありますし、まあ興梠もねセンターバックにいながら、少し寄せに来ていましたので、まあ長谷川はね蹴るっていう選択をして、まあショルツがこう出ていったんですけども、まあ後藤に競らされて、まあここで起点を作られると、まあしっかり後ろからつなげるチームであるんですけども、相手が来ていて、まあしかもねボランチをしっかり抑えられていますんで、まあそういった状況になったら、まあしっかり蹴るという判断をして、まあこういったねやり方でも、ひっくり返すことのできるっていう非常に柔軟なチーム、まあさすが渡辺さんのチームだなというふうに思いました。はい、そして後半にレッツは3枚替えをしますね。カンテ、大久保、伊藤の3人をもう後半の頭から投入してきまして、この3枚替えによって攻撃の循環がスムーズになったなというようなところがありまして、一つはやはりこのニアゾーンですよね。まあ右サイドなんか大久保と荻原で、この前のリーグ戦もやってましたけども、岩波からね大久保に入った時に、まあ荻原が中抜けてったりですとか、まあ伊藤がここもちろんついたりですとか、あとは荻原がここで仕掛けた時に、まあ大久保だったり伊藤が、こういった追い越し、48分のシーンなんかスローインのところからカンテがね一気に荻原に展開していきまして、荻原がカットインして大久保がここ抜けてってファーサイドの関根、合わせたボール、まあ、関根ヘディングしたんですけども、まあ、ここはゴールにはなりませんでした。64分の先制点のシーンなんかもやはり、そこのニアゾーンランの攻略からでしたよね。まあ、このシーンも伊坂が、大畑に当たりに行ったところから、まあ、もう一度大畑を突きに行くような形、まあ、そして荒垣もねここちょっと岩尾に出ていこうかなとそういった動きがありまして、その動きがあったので、まあ可愛いと内を絞るようなで、まあ、後藤がプレッシャーに行ったんですけども、まあ、これによって外のコースが空いてきまして、岩波から大久保へパスが通って、まあこう吉田はねしっかりこう出て行っていたんですけども、でまあこの大久保にも入った瞬間にもう伊藤はねこの内側を取っていまして、で内側に荻原もいたので、西村ここね突きに行く形ではなく、まあ少しラインを下げて、こう対応することを選択します。はい、そして伊藤が内側を見た瞬間にこう出ていくんですけども、伊藤がね股抜きでかわしていきまして、キーパーの足元を狙った非常に速いシュートアーサイドに叩き込みまして、これで先制と。やはりこの伊藤のね2列目から飛び出していくようなこの迫力といいますか、まあ、出ていくタイミングもそうですし、まあ、そこに対してセンターバックだったりが、釣り出されるんですけども、まあ、そういった選手に対してもしっかりですね体を当ててボールをキープするっていう能力もありますし、まあ、そういったところも含めて、この伊藤がねやはり前線に出ていく怖さっていうのはこの試合でもやはり十分に確認できたと思います。はい、そして後半ですね、この後リンセンとカンテの2トップになりまして、安井がもう明確に左サイドに行って、まあ、この交代の狙いで言うと、まあ、カンテとリンセンの2トップ、まあ、これ互換性は非常にいいと思うんですよね。カンテが降りて受けるタイプですから、まあ、カンテが受けて落として、まあ、センターバックの岩波だったり裏にボール蹴る、精度高いですし、裏に抜けているリンセンへボールを出すっていうところ、まあ、狙いはあったと思うんですけども、まあ、なかなか時間も短かったですし、まあ、何よりこのカンテとリンセンの2トップで、まあ、山形のビルドアップ3バック化したりですとか、まあ、山田が高い位置内側に入って、まあ、そこから降りてきたりですとか、山形がボールを持った時の守備の制限っていうところで言うと、まあ、それほど効果的ではなかったかなというふうに思います。はい、ということで山形戦振り返ってみました。この天皇杯前回の関西大学戦に引き続き、まあ、伊藤敦樹のゴールで1-0、まあ、2戦連続1対0で、まあ、4回戦進出という形になりました。まあ、やはりこの天皇杯はね、まあ、特に一発勝負ですし、やはりカテゴリー化したとは言っても後ろからつなぐ構造だったりですとか、まあ、前からのはめ方、まあ、こういったところをしっかりデザインをして本当に恐れずに、まあ、来る相手っていうのが非常にですね、まあ、近年多く、まあ、今回の試合もその難しさを非常に感じるゲームとなりました。次戦日曜日アウェーセレッソ戦が終われば、まあ、2週間、まあ、レッツは2週間の中断期間に入ります。まあ、夏場の連戦最後しっかりここ勝って、天皇杯4回戦の名古屋戦とリーグ戦のマリノスとの直接対決もありますから、こちらに向けてしっかりいい準備してほしいなというふうに思います。それではご視聴していただきありがとうございました。